肩折れてる。気を失ってる。みんなを呼んでこなくっちゃ。みんな、来て、大変よ。あれ、ここは？気がつきましたか。ここは妙蓮寺、お寺ですよ。ここから離れなくちゃ。ああ、まだ安静にしていなきゃダメよ。私がエテロミナさんを不幸にしてしまう。どうしてですか？私、念の狼なんです。私の近くにいる人には不幸が訪れます。誰かと一緒にいたくても、相手が不幸な目に遭ってしまうために、素敵に一人で過ごすようにしてきました。あてもなくさまよっていたところ、こちらで力尽きてしまって、解放してくださったことには感謝しています。恩人である皆さんを不幸な目に遭わせるわけにはいきません。すぐにここを出て行きます。その必要はないですよ。え？あなたがそばにいなくても、生きていれば不幸なこと、嫌なことは必ず起きます。それに、ここにいる皆は長い間不幸どころか地獄を見て、それを乗り越えてここにいます。だから、多少の不幸なんて何ともありません。他を不幸にさせまいと、自ら孤独を選ぶとは、なんと立派なことでしょう。他人と接したいのをこらえて、孤独に暮らすのはさぞ辛かったでしょう。そんな素敵な神様が困っているのに、見殺しにしては、それこそ不幸が訪れますよ。どうぞ、私たちに気を使うことなく、体調が良くなるまでゆっくりしていてください。あなたさえ良ければ、ずっとここにいてもいいのですよ。私、ここにいてもいいのですか？もちろん。